生活をエンジョイできるっていう経験ができるということが大きいと思います。普段日常はそのお子さんがやはりとても手がかかる方たちが多いので、家族で宿泊をして外に出かけるっていうことはまずできない方たちが多いと思うんですね。でそういう方たちを受け入れてくれる施設とか、安心してその出かけるっていうことが保障されているようなそういう場とか経験っていうのは本当にできにくい方たちだと思いますので、親も楽しめる、それから子供、その病気の子供自身も楽しめる、それからご兄弟も楽しめる、それぞれがそれぞれに自分のための時間をこうエンジョイできる、それがすごく大きく大事だなと思うところです。あ、よく開けたな。うがいができないので、あれに絡みつけて、すすいでまたやるんですよ。どうでしたか？感想、丁寧に見ていただいてすごく嬉しかったです。この課題、課題も見つかりました。ありがとうございました。今日はキャンプに来て、思わぬ前歯がちょうど乳歯がもう抜けそうでグラグラしているところ見ていただけたので、親としてはすごい安心しました。よかったです。ありがとうございました。ありがとうございます。勉強になりました。はい、ありがとうございます。何年も歯医者行ってなかったのでとても安心しました。虫歯がないって言われて。僕もはい、よかったです。また来てきて、働きたいな。また来てください。実際患者さんの、金歯とかそういったものから、テスフェアリーいただいて、こういうキャンプに、寄付というか支援をできるということなんですけれども、そこに実際先生参加されて、そういった金歯とかこういう活動に生かされているということは、実際の現場でどう感じたかというのをお聞きできればと。はい、私たちが一生懸命支援していることにこういう形で身になっているってことは非常にありがたく思います。また今後とも頑張りください。はい、今日は参加させていただきありがとうございました。こういう活動によってですね、前向きに頑張っている、患者さんたちとですね、向き合う、機会を与えていただいて、かつ、地域の先生方とですね、橋渡しの少しの力添えになればと思って今日は参加させていただきました。むしろ、参加されているキャンパーの方たちがいっぱい力をいただいたような、時間だったと思います。どうもありがとうございました。